えー、こんにちは。今回はですね、民泊宿泊の博ということでお届けしたいと思います。まあ、あのいただいた動画の後編の方で、まあ、セミナーしなくても、この動画のね、発信だけで、なんとかビジネスやっていけるっていうところがありましたけども、これ、世の中的にそういう風になっていくんではなかろうかと思います。まあ、どっちも今、結構重要視されている時かなと。やっぱリアルに戻る人もいれば、リモートのままで、えー、完結しちゃう方とね。その中でね、私ちょっとね、やっぱりね、 宿泊するという体験を込みで商品を売っていくっていう面白さもあるなと思ってるんですよ。で、なんかね、吉田さんと億万長者合宿シリーズをやってきて印象に残るのはうまかったカレーなんですよね。なぜか。それ以外はあまり覚えてないんですけども、確か湯河原で合宿する時もカレー食べたいよねって思いがなんかあったんじゃないですかね。でもカレーなんてその辺で食えば終わりですよ。でもあの合宿で出てきた 多分2日目のお昼ぐらいだったと思うんですけどもカレーね印象に残りましたよねなんか作った人が誰なのかわかんないんですけどもうわなんかこの合宿を物語るようなカレーじゃんいろんなエッセンスが入っていろんな彩りがあってね赤とか黄色とかカレーの色とかお米とかでブレンドされてなんかいい雰囲気で終わったなと思うんですよね、うん、だからやっぱああいう一緒に食事をするとかね一緒にお風呂に入るとか じゃあ一緒に夜語り合うっていうのは、うん、やっぱり独特な価値観だなと思いますねいやあれはねこれからもっともっと貴重になるんじゃないかなと思いますつまりはリモートがこれからどんどん種どんどんになってくると思うんですけどもそうなると古典的なあのアナログってものがねまさに貴重さを増すんじゃないかなと思いますあの今日常的に馬車って使わないじゃないですか車やバイクや電車やまあ飛行機 いうのありますからね馬車って使わないと思うんですけども「ここぞ一番」っていうね結婚式やその他の何がしかのイベントで馬車が登場するとうわーすごいってなるじゃないですか必ずしも復古主義ではないんですけどもあえてアナログあえて不便あえて昔を持ってくるところに発動させられるるとところってあると思うんですいまだに昭和の価値観っていうのが日常生活では古いとされながらもここっていう時にはね やっぱりいいよねあの頃っていうふうな共感を呼ぶのはそういうところもあるんじゃないかなと思いますまあ宿泊っていうのはこれから新しい形を取るのかなとまさにね寝るところではなくって宿泊するという体験や一つのコンテンツを生み出す場所になってくるのかなと思うんですよそこで過ごした人との語らい周りの環境香りインスピレーションそういったものが全て入ってるのが 1> 1泊日なり2泊3日の泊っていうものなんじゃないかなと思いますでこれからねそういうところを提供している、えー、個性的でうんそしてデザインチックなそんなところが受けるんじゃないかなと思います実はね私の速果塾の塾生さんに民泊を経営されてる方らいらっしゃいましてねで、えー、茨城県のモネの家っていうんですけども結構その方とのねやり取りが盛んなんですよ今でお付き合いはね以前からあったんですけども すごくね、メッセージの中に動画を添付してきたりとか、お料理の紹介をしたりとかね。で、私もその森の家っていうペンションね、もっともっと知らしめたくって動画を作るんですけどもね。うん。なんかやっぱ宿泊っていいなぁというところも逆に生まれてきましたね。シンプルに仕事で金を稼ぐってことになると、確かに、 まあそうなんでしょううけどもそういう考えは生まれないんですけどもエンターテインメントも込みで楽しみたいし楽しましたい思い出残したいってことであれば多分お金以外の資産の作り方は思い出ってものはね、うん、なんか古典的なリアルであって宿泊ってものの中にはあるのかなと思います確かね億万長者合宿夕ーールでも同じ釜の飯を食って同じ風呂に入ってみたいなメッセージでまあ響いた方もいるんじゃないかなと思うんですよ、うん、私も結構ね 普段はね思わないんですけどもたまにはねみたいなことがあるんですよね、うん、まあそんな感じでしたね民泊の泊、やっぱり宿泊するってなかなかいいもんだなと思いますね、うん、家族旅行もやってみたんですけどもなんかいいっすよやっぱり行くと決めた瞬間そしてどこに泊まって何をする楽しみだねワクワク現場に向かう間でのエピソードで実際現場で 寝たり起きたり食べたり楽しむ、ね、そして帰り道いや面白かったねあっという間だったねとなんかねそこではねリモートでは得られないような重要な思い出というコンテンツが作られてるんじゃないかなと思うんですねまあビジネスと割り切るならリモートオンリーでも OK なんですけども,もうなんかねちょっとそれだけではとどまらないような人には気持ちもあるんじゃないかなというところでございますはいじゃあありがとうございました